どうも、としみつです。今日はですね、ある場所にいます。どこだと思いますか？正解です、沖縄ですね。嘘つけ。いや、みんな分かるかなと思って。絶対分からんでしょ、今の。なぜ沖縄にいるかと言いますとまあ今ね、4月20日ですよ。で、4月18日から沖縄国際映画祭ってのがもう島全体でね、その開催されてるんですよ。まあ半分やけどな。よし。でね、そのね、沖縄国際映画祭ね、うちの哲也くんと、まあ、ソーマトランジスタさんで、ワキヨと、よさこいのワキヨとね、まあまあ、その、もうおなじみのね、メンバーが出てるわけですよね。そうですね。先に僕は今、カイタくんとね、沖縄にいるんですね。カイタです。はい、沖縄にね、来た目的ズバリビッシュのライブ来ました。はい、ありがとうございます。ちゃんとやってくれてね、アングル変えました。とにかくね、そのビッシュ会で来る予定だったんですよね。まあそのいつものメンバーで、で声かけたところ、結局スケジュールがなかなかね合わないっていうか、いつの間にか気づいたら出発直前に、カイト2人だけやで2人だけやで、カイト。いつもはね、あんなそこに女に、そう、見事に2人旅行に疲れ打てたら前乗りして沖縄楽しもうみたいな。いや、あそこから幕張から行ってて、そうやんな、幕張から行ってて、沖縄行っちゃいますかみたいな、結局2人ちゃんと開けてたね。ちゃんと開けてたな。まあ実はね、昨日からいたんだよね。うん、まあ前乗りしようってなって、まあトランジスタとか徹夜としては会ってるんですけど、でまあ今日は今海沿いにホテルにこうやって泊まってまして、見てくださいね、ちょっとここ見えますか、上のこういう公園がありました。おおおお、嘘でしょ。それは嘘だよ。これ気づかなかった。本当にあの、こうやってね、あの相乗りのね、あの高級ホテルの時の相乗りみたいな部屋に泊まってます。というわけで、今日はね、ライブまでまだ時間があるので、ちょっとだけうろうろしたいと思います。では、うわー、すごいわ。マジモーテル、めちゃくちゃモーテルだ。昨日だった、ねえ、徹夜に明日なんかリゾートホテル泊まるんだよ、リゾートホテル泊まるんだよねっつって、もうめちゃくちゃ頼られてたんだね。俺リゾート取っちゃったんだよねっつって、積載450キロってすごくない？マジ半端ないと思うんだよ、450キロは。バレンタインのチョコね、あれやっぱりこれ謎だもんね、マジで。行こうか。そうです、今日ね、まあ、気持ちいいぐらいの曇り空気持ちいいぐらいに曇ってまして、もう本当に晴れはどこだっていう。おお、すごい、入れ入ってるやん。見てこれ、全然沖縄感ない。いや、あるでしょ。あるよ、ここ。あるやん、めちゃくちゃ。東シナ海。シナ、ここ。ここ東シナ。あ、シナか。うん。うわ、でもいいな、この潮の香り、磯の香り。ね、ちょっと、やっぱ、海辺に来たな、感はあるね。ちゃんと旅行やもんね。うん。向けたな、今。向けたな。というわけで、来ました、メンソーレ浜屋さんでございまーす。ここね、2年前にも来たんですよ。ちょっとね、あっちのね、すごいね、パーティーみたいな外国のヨガ、行こう、浜屋サインあるかな、まだ2年あ、そうここでね、財布なくしたのね、ネタバレされたわけですよ。俺だけだったね。沖縄そば大いや、めっちゃ賑わってるな。いや、もう楽しい。そっからあとアメリカンビレッジ行ってライブ行くやで、楽しみやな。めちゃくちゃ楽しみ。ちゃんとサインもあって嬉しい。嬉しいな。来た。うわ、そば。熱い。うまそう。うまそう。これ沖縄そば。美味しそうな貝と。おお、違う。いただき、マルセイユルーレットで5人抜き。そんな毎回言ってない。おいしゅうございました。ごちそうさまでした。また2年後来ます。そうやで。オレンジ。いや、熟いそういビーン。どういう意味やね。テレビとか映画で見るあの紅葉、うん、すごい感動ですよ。わあ、いいなあ、あれ。皆さんが例えば沖縄の綺麗な海を見て、
うわ綺麗な海だね沖縄って言うでしょ。そういうことあれと一緒でしょ。あじゃあちょっと私なんか雪はちなみにだから雪はあんまり寒いから行きたくない。あそうだね、沖縄そこは沖縄魂が見ながら露天風呂入ってね。うわ来たで、来たよ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 ってアメリカ飯来たよってそうなんですよ。なぜここに来たかっていうと今こうやってね半ズボンなわけですよね。まあこの水着も兼ねてなんですけど、うん、兼ねてなんです、まあ、海入る気ないんですけど今回、うん、とある理由で僕のデニムがねお釈迦になりましたと。でその理由聞きたいわ。なんかね分からんけど昨日の夜タクシー乗ったら、うん、びちゃびちゃにケツが濡れてて何と思って、うん、びちゃびちゃ濡れてたの。びちゃびちゃ濡れてたじゃん。確かにびちゃびちゃ濡れてた。なんかなんだろうと思って、うん、なあ俺じゃないなんだろうと思って嗅いだらなんかションベンっぽい匂いしてと思ってでね速攻ね水洗ったの、うんうん、もうデニムよ、うん、インディゴがさなんかそんな洗いたくないね正直バーッと流れていってさ、うん、マジかよと思いながら今絶賛乾かし中ということでなんかとりあえずね僕はね、うん、あんまりハーパー履きたくない人で正直夏でも、うん、もうデニムでみたいな、うん、なので今必死に長ズボンを探してますそれも買って今日ここに来ました。そういうことですね。はい、早速じゃあ長ズボン探しましょう。はい。正面こそ。正面俺じゃねえわ。痛いわずっと。なんてね。さということで、はいこちら。無事にデニムを購入しました。ありがとうございます。もう一気にどうなるかと思った。ありがとうございます。本当に。正面こそ。はい。どうしようこそ。これ正面しないのよ。いいデニムをね購入させてもらって。めっちゃいいわ。はい、着心地抜群、丈もねぴったりでございまして。で、最高でございます。まあね、うん、今気持ちもね回復したんで、うん、はい、引き続き話していきましょう。楽しみましょう。はい。グレッチ。え？あ、あれ？メンソーレ沖縄。メンソーレ沖縄。カイト。カイト。そっち？さあというわけでね私の髪の毛も湿気で収まりが効かなくなってまいりましたというところでね、結局ねアメリカンビレッジではねステッカー3枚しか買いませんでした。これとでねもう時間が1時間後なのでミュージックタイムと一番行きたいと思います。どうする今からちょっと体にね直近にちょっとダイナマイト巻いて突っ込もうかなと思って。ああいいね、はい、全部嘘なんですけどね。わかるよ。あ、わかりますか。はい、完全に着きました。はい、このね、画前系が入っております。だから半すぎるでしょってことで選ばれてまあ、楽しみたいと思います。行ってきます。わあ帰ってきた。帰ってきたよ。いやまあ、格好のうわタイミングがすごい。いや、よかったね。いや、もう最高でしたね。もうスタンディングやっぱりいいなって思い思った、ね、でも一体感があるよね、やっぱりある。ちょっと新曲がかっこよすぎて、うん、ライブでの震えた、震えた。ちょっと声失うよ。見上げてんだ、これ泣いた、俺は泣いた泣いた、泣いた、オーケストラで。あー、オーケストラでね。いや、今日のオーケストラ良かった誰目線っていういやでも最高やったわ。よう見えた。ちょうど前がね、僕らの前が女性限定リアね、うん、いや、本当にもう、うん、ライブしたいなって思っちゃった。あのアンコールのさ、うん、イルメってあの耳笛よかった。あれ沖縄だなって思わなかった。アンコールじゃなくてね、メンソーレイルメあれ受けたいね。あれは最高やな。ちょっと沖縄もし自分が やるときね、うん、やろう。絶対に耳笛吹ける人来てほしい確かに。まあ無事に主会2人でしたけど、はい、達成されました。沖縄はね、ちなみにファンすぎると思うよ。沖縄まで来ちゃうのファンすぎると思う。いや、ほんまね、前乗りまでして今回もね、T シャツとタオルとバスタオルも買って、はい、買いましたよ。ちゃんとファンしてます。ちゃんとファンしてるだけ分かってほしいな千鳥ノブさんよりファンしてる可能性ある。間違いない。普通にお会いしたいもん。ほんまに話したいわ、ノブさんすんませんけど、ねえ、ノブさん。というわけで、はい、また次回もありましたらね、行きましょう。もしね、はい、一緒にやりたいよっていう YouTuber の方がいたら、はい、隊長まで、あ、まだ一時面接もね、まあ、書類面接もありますけど書類やんだじゃあやめとこうかじゃあまた次回の方でお会いしましょう。
バイバーイ。腹減った。何それだ、これは。